守る針は、日本の茶道や武道などの芸道、芸術における指定関係のあり方の一つであり、それらの修行における過程を示したもの。日本において、芸事の文化が発展、進化してきた創造的な過程のベースとなっている思想で、そのプロセスを守る、はりの三段階で表している。千里休守るはりに基づいた平成中村座元は千。 理休の句のをまとめた理休道下にある菊作法を守り尽くして破るとも、リルルとても本を忘れる名を引用したものとされている。修行に際して、まずは師匠から教わった方を徹底的に守るところから修行が始まる。師匠の教えに従って、修行、鍛錬を積みその方を身につけた者は、師匠の方はもちろん多流派の方なども含めそれらと、 自分とを照らし合わせて研究することにより、自分に合ったより良いと思われる方を模索し試すことで、既存の方を破ることができるようになる。さらに鍛錬、修行を重ね、かつて教わった師匠の方と、自分自身で見出した方の双方に精通しその上に、立脚した個人は、自分自身とその技について、よく理解しているため既存の方にとらわれることなく、いわば方から、 離れて自在となることができる。このようにして新たな流派が生まれるのである。本を忘れるなとある通り、教えを破り離れたとしても、根源の精神を見失ってはならないということが重要であり、基本の型を得得しないままに、いきなり個性や独創性を求めるのはいわゆる、型なしである。無着性教は、型がある人間が型を破ると、型破り、 型がない人間が型を破ったら、型なしと語っており、これは18代目、中村勘三郎のザウの名。型があるから型破り、型がなければ、型なしとしても知られる。個人のスキルを表すため、茶道、武道、芸術等、あるいはスポーツや仕事等々において様々な成長のプロセスに用いることができ、以下のように当てはめることができる。IT 業界でのスキル評価。 IT 業界では、守る針を用いて、以下のように技術者個人のスキルを組み込み、スキル標準などで評価することがある。ありがとうございます。